BTS の機体について考察するスレに対するネットの反応を紹介します。まずは略式から。まあ欠陥機だよね。ロボットバトルゲームとかならバランスの都合上特化した方向性に強いみたいなので許されるかもしれないけど、自分が乗るとなったら欠陥しかない。生存とかが確約されてるゲームならともかく戦場で常にエネルギー切れを心配とかゴミ。ジャラキックゲーなら悪くないんだけどね。普段いまいちだけどたまに刺さって活躍するポジになれそう。相手の鈍速交代球を速攻で落とせるって性能だよね。問題は鈍速はその分固定かきもりもりで弾幕張るから近づけないこと。いわゆるフランカーというか、オーバーウォッチでいうところのトレーサーとかゲンジみたいなポジションの能力だよね。略式、近づくまでは誰かがタゲ取ってくれないときつい。スレガは随伴機必須だと思うけど、ヒロインズの IS ならどれが一番相性良いかな。カップリング論争とは別にね。実はみんなある程度は相性が良いんだが、特に良いのは回復持ちの赤椿。攻撃型の編成訪問数の多いブルー、テアーズと組ませて一時的に敵のタゲを全部ブルー、テアーズが引き受けて略式が距離を詰める、バランス型編成赤椿、防御型編成略式入れて防御型編成してる時点で負け。略式は武器の追加も装備の換装もできないから携帯移行以外で強化できないのが一番の欠点だと思う。なんで第一世代みたいなことになってるんだ。略式はある程度語れたと思うので続いてブルー、ティアーズ、BT 兵器のデータ取りをする機体以上の役割がない悲しい機体ですが、レーザービット ×4、ミサイルビット ×2、BT ライフル ×1、ショートブレード ×1 で標準的な性能ではあると思います。セシリア側の操縦技術の問題とはいえ、ビット使用中は足が止まるわ。レーザー曲げできないと素人の位置下にすら射線読まれる派でいいとこなしなのが。どう考えても競技向けの機体じゃないけど、逆に実戦だと間違いなく最強格の一つ。長距離から実質回避不能の曲がるビームをバカスカ撃ってるだけで大体の相手は倒せる。作中で盾なしの機体の方がイメージ、インターフェースでの誘導性エネルギー制御技術って部分がまるっきり同じだし、あっちの方が完成度上じゃね？と言われる悲しい機体。クロート向けだけど機体は割と強いよね。高校生に乗せるのはちょっとあれだけど。拡張装備でビットをスラスターにしちゃうの。初めはバカかと思ったけど、超音速で飛ぶ本体にビットがついてこれない仕様なんだとしたら合理的にも見える。実際のところは知らんけど。基本的にはビットで囲んで戦う感じなんだろうけど、距離減衰があるとはいえレーザー曲げができればエネルギー補給で一撃戻して再度囲ませるってことをせずに、自分の周りに浮かべてレーザー曲げだけで相手を囲いに行けるんよな。理論上、ビットは近くにあるから補給もすぐにできるし。理論知識出せるなら相当いやらしい機体、四方八方から飛んでくるキットに注意を払いながら本体のライフルをかわして距離感詰めなきゃいけないし、しかもビーム曲がるって。真に悲しいのはブルー、テアーズのデータをフィードバックした機体はビームと実弾両方撃てる上に大出力スラスターで高速戦闘可能という完全上位互換なところ、しかもシールドビット持ちでブルー、テアーズのビーム防げるっていうね。作中で上位互換が多すぎる。コンセプト時点からだいぶ崩壊してる上のやつに比べたらだいぶまとまって普通に強いけど、本当にちゃんとした実験機だから肩遅れになってるのが痛いところ。とはいえ単純に訪問が多い手堅い性能は安泰だと思う。ただ正直、一人乗りで運用するにはちょっと難易度高すぎない？ビットもわざわざ2種類の性能あるし、砲手とかビットパイロット別に用意したいよねやっぱ。本体も動いたり狙撃しながら多数のビットを並行して動かす技量によっては局者もというプログラムの補正やパターンとかがあっても一人で扱うにはキャパオーバーとしか言いようがない。理論値を引き出せれば相手を貫通できる強機体になるが、ニュータイプとかでもねえのによくやってるとしか言えない期待しよう。BT 適正とか UIS 適正とは別の代物も求められるからな。ブルー、ティアーズ、セシリアはどっちも A だったからもらえたらしい。いっそビットを数じゃなくて威力重視とかに変えた方がいいのかもな。クソでかいビットに積みたいな。機能の切り替えとかいいんじゃね？短距離拡散ビームと長距離だか威力ビーム。展開走行でビット作ってそれの機能にすればいいんじゃないか？量産にアホほど向いてないけど、どうするんだろうなこの機体の系列。その IS 自体が量産に向いていないから気にするだけ無駄だ。セシリアにはぜひともブルー、ティアーズの理論値を叩き出せるエリートになってほしいところ。続いてはシェンロン。剣部大型衝撃砲 ×2、腕部小型衝撃砲 ×2、大型声優塔 ×2 のパワータイプ。機能増幅パッケージ、高速機動パッケージ、重装パッケージと換装も豊富。燃費と安定性を第一に設計された実戦モデルというだけはあって強い。でもなんかパッとしないのはなぜなのか。剣をつなげてブーメランにする機能はいらないよね。他の射撃武器あるのに唯一の近接武器手放すのはダメでしょ。
やるなら片方の剣だけでやるか予備の近接武器積むかしないと。リンが投げてるだけで実は使用外とかじゃないよね。あの投げ装填が月神ニツと違って弱点らしい弱点ないから話すことがねえ。衝撃砲が射角もあって威力も可変で出力下げれば連射もできて方針も弾丸も見えないとかいう便利兵装なのずるいと思うけど、なんかみんな普通に対処してる。まあシンプルにゴリ押し系の機体よね。武装少ないけど略式みたいに戦法限られるレベルで足りてないわけでもなく、シャルのラファールみたく多すぎて器用に使いこなせないと持て余すとかでもない。近距離は精鋭等で叩き切って遠距離は UFO でどうにかすれば済んじまう。悪いところもないけど抜き出た長所もない。どんなところでも一定の成果は出せる。いい性能、バランスのいい中堅って感じ。腕にも衝撃砲あったのかお前。なんなら追加装備がいくつも用意されてるくらいには開発されてる機体。本体はシンプルに、特徴は後付けでって感じに見える。射撃武器は衝撃砲さえあれば他いらないってぐらいには衝撃砲が便利だからな。さすがにスナイパーライフルみたいな長射程ではないだろうけど、パワータイプの機体だからその距離では戦闘しないだろうし。ぶっちゃけ燃費良すぎないって思ってる。あとはリミッター切った時の実戦において衝撃砲の威力が気になる。前日見てると遠近両方の武装持ってて状況に応じて換装できるだけで大当たりじゃね感がすごい。前日がピーキーすぎるって。それはそう。シュバルツェア、霊言停止決壊がずるいと思います。右肩に大口径リボルバーカノン、中距離にはエアーブレード ×6、両手首にプラズマ手刀とかいう近接武器で円中筋揃ってるのはいいとして、なんで弾幕バリれる武器ないんだろう。こいつに限らんけど、基本的に怠慢想定だから、弾幕張る意味があんまないんじゃない？というか、停止結果一定1対1で対処する方法あったっけ？山田先生は停止結界の話を聞いてれば対処できるらしい。あの人やっぱり同時期にチェフユがいたから候補生だっただけでほぼほぼ国家代表だろ。タイマンでも弾幕張ると防御手段ないなら自利品に持ち込めるから強いっちゃ強い。ただ IS って全体的に燃費悪いから攻撃コスト増えそうな弾幕は全体の選択肢からすると選びにくいのはせやろな。まあ近接なのに燃費極悪とかよりはマシだけど、アサルトライフルぐらいは持ってていいと思うけどどうなんだろ。一見すると強いし確かに戦術通り言ってる間は強いんだけど、全ては停止結界が刺さるかにかかってるんよなこれ。気軽に停止結界を運用できるなら強いんだけど、多大な集中力が必要なデメリットも大きいし、エネルギー兵器で牽制されると集中できないしという欠点を考えた時に、リボルバーカノンもワイヤーブレードも適当に振りにくいのは欠点なんじゃないかな。手頃で集中力を欠いた状態でも牽制とかで能力を発揮するようなアサルトライフルみたいな装備一つ欲しいよね。リボルバーカノンは停止結界で捕まえた相手に大ダメージを与えるための装備として、その停止結界で捕まえるまでの装備が実質ワイヤーブレードだけなのが気になる。それこそ全力で引き打ちされたらどうするんだろうなこれ。瞬時加速で近づくんじゃない？足とか見るにパワータイプっぽいし、相性や要求される戦術やらテクニックは多いが総合すると強いし、コンセプトもまとまってると思う。まあワイヤーもリボルバーカノンもプラズマ手刀も拡張領域に入ってる装備じゃないから、実はアサルトライフル持ってる可能性はある。機能がいっぱいいっぱいで拡張性は感じられない。というか単純な出力アップ以外に何すりゃいいんや。何か手を加えるならワイヤーブレードの変更かな。機体じゃなくて人間の方をいじり出したせいか知らんけど、とんでもメカにしか見えねえんだわ。一人で日本来てるからそう思うだけで、部隊運用前提で牽制を部下に任せて仕留める部隊そのものの必殺技みたいなコンセプトなのかもしれん。そういえば隊長機だから随伴機いうのが普通なのかこいつ。味方が追い込んだのをワイヤーブレードに引っ掛けて振り回したりした末に停止結界で拘束。リボルバーカノンデズドンがコンセプトなのか。パッと見ゲテモノ感あるが、強みと運用コンセプトがわかりやすく連携前提としてならまとまっている。なかなか味のある機体なのか。黒ウサギ隊には確か EOS とかいう別の兵器 IS の介護官だっけがあったはずだし、霊言が捕まえたところを囲んで叩くのがコンセプトっぽい。確かに仲間がいるなら長所の押し付けはしやすいだろうし納得できるな。霊言が部隊での連携を前提にしつつ短期でも暴れられる機体とは気づかなかった。では続いてラファール、リバイブ、カスタム2、武装は多すぎて省略。ブースターやら増やして起動型に調整してるらしい。正直シャルロットのスキルがないと武装多すぎて従前に活かせなさそう。ガンダムでいうところのジムカスタム、限りなく正解に近い地味な何か。ジムカスよりもフルアーマーとかの方が近くないか。他の専用機が新技術を搭載することを前提とした機体なのに対して、強いパイロットが使いやすい機体を作ったって感じだから逆なんだよね。単純に画期的な新技術を作れなかったという悲しい事情。
性能は低いんだろうけど無理なく役割を果たせるのって大事だよね。主人公機を見ながら、ブレードもシールドも持ってるし、たしたような銃器も持ってる、なんか便利な道具も積んでるし、むしろなんなら持ってないんだ。ミサイル？グレイスケール69口径パイルバンカー、ブレッド、スライサー近接ブレード、ベント55口径アサルトライフル、ガルム61口径アサルトカノン、デザート、フォックス59口径銃機関 10×2、レイン、オブ、サタディ62口径連装ショットガン ×2、これだけじゃなく全部で20は武器持ってるとかいう。パイルバンカーって相手に張り付かないといけない以上、一発で仕留める武器だと思うんだけど、グレイスケールにわざわざリボルバー式の連射機構積んでるのはなんでなんだろうね。試合のレグレーション的に単発の威力に縛りがあったとか？一発の威力を求めてでかくしすぎると腕の振りが鈍くなって運用にも支障が出るから、一発の威力は多少下げて小型化しつつ取り回し良くして連射機能で威力低下を補ったんじゃない？エネルギーを消費しない銃を貸せるという逆式の救世主。このカスタム量産機の存在が、第三世代は新兵器の試作機であり、無条件に強いというわけではないとか、やっぱり逆式はクソとか、IS の機体を語る上で欠かせない基準になってる。普通の兵器なら特化した性能を組み合わせて軍隊的に動かすのが強いけど、 IS の場合数用意できないから弱点疲れやすいし、数が少なすぎる装備のための整備費用とかも重たいだろうし、その点装備感想とバランスのいい性能で何でも対応できる、これが兵器としてはベスト。まあ技術的に目新しいところないから IS 学園的には面白みないんだろうけど、積載量あるという最強の能力、大量に弾薬必要とする武器装備できるのでかくない？何気にエネルギーの受け渡しができるという特徴があったから逆式の外付けタンクが可能だった。赤椿に取られたけど。シャルは優等生だな。これがまさか11巻でチート機体に化けるとは誰が予想しただろう。続いてチート機体の赤椿絢爛舞踏をどれだけ維持できるかゲーム。遠距離攻撃もできる近接ブレード ×2 と全身の展開走行でほぼほぼ何でもできる。ただパイロットがお粗末なことでバランスをとっている。欠点が高性能すぎて燃費悪いことなのに、その燃費の悪さを無限エネルギーで解決するやべえやつ。企業が特色こねくり回してるのに、それを一周するウサギ技術よ。正直赤椿に関しては語ることないと思ってます。絢爛舞踏維持してれば無敵だもんこいつ。7巻で盾なしの指導受けるようになってからは発動できないってこともなくなったし、IS 世界はウサギ技術とそれ以外で明確に差があるのひどい。赤椿語りはそのまましてもいいですが、メイン進行は次に行きます。というわけでミステリアス、レイディオ型ランス、トランス内蔵ガトリング、蛇腹剣、アクアナノマシンによるトリッキーな戦法。水のベールで防いでるけど機体だけを見ると防御力は低いし、お手軽だか火力もないから相手の防御力があんまりにも高いと積む。水蒸気爆発みたいなのってあまり良くないの？大物破壊ぐらいはできるけど、 IS を相手にするには普通の爆発程度でしかないから、避けにくいグレネードみたいなもんって考えてもらえるとわかりやすいと思う。技術のキメラらしい謎機体。ロニータリアに日本の技術は確定で、イギリスの技術も入ってるかもって言われてるの謎すぎる。宇宙空間で使いますっていう IS のコンセプトを、真空中で即蒸発するであろう水を操る能力を積んだことで部分的に台無しにしている機体。お手軽水蒸気爆発と分身能力を見ると対 IS よりは対人兵器に見える。あと追加装備ないと固有能力使えないのなんて。盾なしが暗部の長で自分でも開発に関与したこと考えると、これ任務とかで使いやすいように作ったんじゃねえかなと思う。相手が IS 持ち出してこなければ水蒸気爆発で吹っ飛ばせばいいし、水場でなら有利に戦えるって考察踏まえると、特にミストルテインの槍も大規模な施設破壊とかには役立ちそうだし。やっぱり荒ごとを想定してる機体だよね。バイオライダーよろしく水を取り込ませて要人を内部から破壊とかできそうだし、水が豊富な大規模施設って考えると原発とか襲わせたら簡単に地獄が作れそう。お冷やですってアクアナノマシン混入させた水を飲ませて暗殺。建物の吸気口から水蒸気状のアクアナノマシンを内部に送り込んで内側から爆破。なんなら水道管にアクアナノマシンを混ぜ込みことで水回りから全部破壊可能。改めて考えると恐ろしいな。暗部のお仕事特化型と考えると、普段は工作メインで運用しつつ、 IS とかの大物を相手にするときだけパッケージつけてワンオフアビリティで固め殺すって感じなのかな。その割にパッケージ出来上がるの近かったけど。水自体は補給しやすくていいけど、アクアナノマシンや本体の行動可能時間ってどうなんだろうな。そこの限界量が小さかったらあんまり意味ないけど。エネルギー使いそうなのはアクアナノマシンの制御だけで、他は実体があるから実は燃費とかもありえるんだよな。というかある程度燃費良くないと水のベールに防御を頼った機体にできないと思う。
工作用の機体でクリアバッションもミストルテインの槍も拠点制圧、破壊用とは思わなかった。煮詰まってきたと思うので次、内金二式。薙刀 ×1、家電粒子砲 ×2、8連装ミサイル ×6。機動重視の機体でマルチロックオンシステム未完成搭載。内金のパッケージと互換性あり。マルチロックオンありの場合も語っていただけると嬉しいです。個人的には全弾同時発射よりもローテーションを組んで常にミサイル8発を垂れ流していく攻撃がいやらしくていいんじゃないかと思ってます。内金が防御型で継戦能力は高かったけど火力に難があったから火力を持った感じだよねこれ。AC6 のバルテウスを見るに全弾まとめて打ち込んでも被弾覚悟で詰め寄られそうだし、常時打ちっぱなしの方が強そうなのはそう。原作だと48発を別々にロックオンしようとしてたけど実用性あんのかな。大量にミサイルぶち込むなら精度高すぎると逆にデメリットになるというか、回避行動取りやすくなっちゃうからね。逆に精度ちょっと落とすか高精度垂れ流しのが強いやつ。内金と互換性はあるけど、言っちゃ悪いが正直後継機というよりは別系統に行った感じ。一個の IS としてはありだが内金二式と言われるとうん？ってなりそう。もともと組まれる予定だった機体が一家のせいでおじゃんになる、姉への対抗意識で自力で組もうとしたけどその姉ですらそこまで深く関与してるわけでもないし畑違いなので当然うまくいかない。これらが合わさって内金を基礎フレームにしてるから便宜上そう名付けてるだけじゃないから。ファンネルミサイルみたいにミサイル単発がクソ速いとか誘導性能がヤバいとかない限りはばらまき続けて圧をかけた方が良いよねミサイル。つまりカンザシがやるべきだったのは山嵐の数をもっと増やすことだった可能性？アホの発想。8連装ミサイルを36個装備して一度に48発の高誘導小型ミサイルを10秒ごとに撃ち続けたら強いんじゃないか？火力増強パッケージバルテウスってこと？IS での戦闘においてミサイルって武装自体どうなんだろう？機体自体と相性悪そうじゃない？弾はでかいし小回り効きそうだから当てにくいだろうし。ミサイルで誘導されたところに家電粒子砲叩き込むのは普通に強い動きだな。近接は薙刀でカバーできるし。ミサイルばらまき戦法を中心にすると強いことは強いけどますます内金との別物化が進むな。バランス型の内金から遠距離に寄った印象、拠点防衛に着かせたらめちゃくちゃ鬱陶しいと思うしノーマル内金に前衛任せたらもっとうざいんじゃないかな。錦じゃなくて内金のバリエーションの一つとして量産しても良い気はする。そもそもが近づかせない戦法だけど弾幕抜けられた際の武装が薙刀一本なのは不安要素。近距離での制圧武装が欲しいところではある。火炎放射器とかいかが？家電粒子砲の接射で仕切り直すんじゃないかな多分。あんま連射するとガス欠するっぽいけど。火炎放射器って IS にどれくらい効くんだろうな。あんまりガリガリバリア削れるなら宇宙服失格じゃない？ってところもあるが。火炎放射器は広範囲でバリア削れるから割と有効そう。でも大して火力は出なさそうでもある。火炎放射でふと思ったんだけどバリアって常時展開してるんだったらもしかしてナパームって結構凶悪な性能してるんじゃないだろうかへばりついて燃えるという性質。つまり高性能誘導ミサイルの代わりにナパームミサイルを積んだ内金二式なら。強そうやな。へばりついて燃えるなら視界妨害にもなるだろうし、機体攻撃要素はあんまり効果なさそうだけど他の要素でお釣りが来る。なんなら空中炸裂とかさせて飛沫攻撃すると回避も難しそうだしな。まあ絵が凶悪すぎるという難点があるが。まあトラブル続きでよくここまで普通に強そうな機体に仕上げたなってなる。今回の動画、いかがでしたでしょうか？前回白色単体の動画を出したので、今回はメインキャラ全体に対する動画、白色に関しては過去動画でもう少し詳しく触れているので、よかったらそちらをどうぞ。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。